はい、えー、今度はですね、2023年、令和5年、三重県高校入試、数学ですね、えー、これの全問解説をやっていこうかなと思います。で、えー、まあね、今年、受験終わった方は本当にお疲れ様です。一応ね、この動画はその、あれですね、次年度向け、えー、来年のね、2024年受験の生徒向けに一応作ってますね。うん でうんまあ、あれですね、今年どんな問題が出たのか、まあ、私の方のね、えー、チャンネルの方では、まあ、全国のね公開されている入試問題全部片っ端からね数学の問題を上げていこうと思ってるのでもしね、えー、全国のものを、えー、見てみたい傾向が見たいっていうのがあったらぜひね全部見てみるといいかもしれないです。 で全部ねネット上に公開されてる問題なので、まあ、検索かければ必ず見つかるかなと思いますじゃあねえー、大門の1から解いていこうかなと思います大門の1はね基礎的な計算問題それからまあ、図形とかグラフあと作図の問題なんかも出てましたねまあそうですねはいじゃあ、えー、丸 1, かいい1か1かの方からちょっとやっていきましょうか じゃあちょっとね、画面を大きく、問題もう少し見やすいように大きくしましょうかね。うん。こんな感じ。だいぶ大ックしちゃったかな、うん。じゃあ見ていきましょう。うん。えー、各1位ですね。4マイナマイナ3なので、これ4足す3で7が答えになりますね。次はまあ、分配だけやってもらえればいいっていう形なので、そのまま分配していきますね。 1 2 x ス3 0 y という形になりますね。うん、で、えー、次ですね。えー、これルートの計算ですよね。うん、で、えー、これはまあ有利化してもらうとルート5になりますよね。でこっちがプラスの2ルート5なので足し算してもらって3ルート5っていうふうに答えが出ますね。うん 次は因数分解ですね。これもまあそんなに難しくないかなと思いますね。まあマイナス4とマイナス1。まあ順序はどっちでもいいと思いますね。うん。で次ですね。えー、これも解の公式使ってやるしかないですね。x イコール3分の7プラスマイナスルート49引く12。うん、37。うんですね。うん。 で次ですね。えー、3分のルート 40n の値が整数となるような自然数 n のうち最も小さい数を求めなさいと。これまあ40素因数分解すると40って、えー、2, のあ8あ2の3乗ですね。2の3乗をかける5っていうふうになりますよね。40っていうのは。そうすると、あ うん、そうすると、えー、ルートがねまず整数にならなきゃいけないっていうのとあと分数の3のね分母の3を消すためにまず9が必要ですよね。であと2と5が必要なのでかけるこういう風になるわけですね。そうするとこれ計算すると90ってなるので n=90 が最小の数ということになりますね。うん、で、えー、その次ですね。 y は x に比例し x イコール10の時 y イコールマイナス2であるこの時 y イコール3分の2となる x の値を求めなさいこれ比例定数 x 分の y なので a イコールまずマイナス5分の1っていうのが出るで y が3分の2なのでマイナス5分の 1xx イコール3分の2 かけるマイナスっていうふうになるので x イコールマイナス3分の10っていうのが答えになりますよね。うん、でお次ですね、えー、次の図で2、えー、直線 Lm が平行の時、えー、角 x の大きさを求めなさいということですね。これまあ平行線をこんな形でね、えー、引いてもらいながら考えていくといいでしょう。 そうすると93でここが93残りがいくつかっていうと、えー、90うーんと131か131引く93っていう形なんでチカチカするんだなぜなぜなぜチカチカするあこれこれが原因 <laughs> すいません <laughs> なぜか画面がちょっと暗いよねうんうんで、えー 131-93で、えー、38で、えー、今度はここのね、えー、ここが38ってたんでこっちが38になるんで110から38を引いてあげるそうすると72って出てここが72って出るんでこことここ足したら180になるんで180-72で108なので 答えは、まあ、108度っていうふうに出ますよねなんか画面クレーだな,なんてだまあいいやうんでええ過去9の方に行きますねうん、えー、右の図のような点 ABCDEF を頂点とする三角柱がある時、えー、直線 AB とねじれの位置にある 直線はどれか次の A から Q から適切なものを全て選びその記号を書きなさいとで BC はダメですよねで CA もダメ AD もダメ BE もダメ CF はねじれの位置 OK ですね DE は平行だからダメ Q は EFEF、e、はこれ OK Q が FD これも なななのので大大ききくくにりりまますすよねねとこの3つが答えになります、ねうん、で次ですね、えー、ここ見ていきましょう。実の図は P 中学校3年生25人の投げた紙飛行機の滞空時間について調べその度数分布表からヒストグラムを作ったものである。えー、例えば滞空時間が2秒以上4秒未満の人は3人いたことがわかる。 この時紙飛行機の滞空時間について最頻値を求めなさい最頻値ここですよねそうすると4と6の間なので 4+6÷2 で5って出ますよねまあ5秒ですよね、うん、次の図で直線 L と点 A で接する円のうち中心が2点 BC から等しい距離にある円を定規とコンパスを用いて作図しなさい なお作図に用いた線は消さずに残しておきなさいとこれまああれですよねまず点 A からまあ、っすぐね、えー、線を上に90度のね線を作る書き方ですよねそうするとまず A のところにですね、えー、針を刺してもらってですね針を刺してもらって半円をねあら引いてもらってですね あずれちゃったですね。半円を引いてもらって、で、このね半円から上の方にですね、こういうふうにクロスを引いてもらって、ですね、試験の時はね、綺麗に引き直してくださいね。で、まず上にね、A からこの交点に、カメラ越しなんでね、若干。 目線がで BC の垂直二等線分 BC の垂直2等分線を書かなきゃダメですよねでこれも半分より長かったらいいのでまあこんな形ですかねうんで、えー、半径を変えずにねコンパスの長さを変えずにえー、っとこんな感じで書いてもらえればいいかなと。カメラ越しってね 引きづらいんですよねこれがまたね、うんでえー、このね線分 BC の二等分線とこの A からのね垂線が、えー、一致するところが円の中心になりますねでここに針を置いて点 A とで半径をこう取ってもらってですねあとはぐるっと一周させてもらうとできますねで紙の方をね、えー、回しちゃってるのはちょっとね カメラが邪魔でですね、うまく使えないんですね。えー、コンパスが。まあ、こんな風に作図ができればいいかなと思いますね。まあ、普通はね、えー、上のところを持って回すんですけども、カメラ越しだとちょっとここにね、実はこう見えないこっちのところにね、あの柱があってね、手が当たるんですよね。で、ちょっとうまく引けないので、紙を回してうまく円を引くようにしてます。はい。じゃあね、えー、大問1はこれで終わりになります。 で、次はですね、大門の2になりますね。大門の2は、まあ、データのところですね。うん、で、えー、箱ひげ図ですね。これもよく、まあ、全国的に出てますね。どこでも出てます。なので、他の都道府県の問題もやってみると面白いかもしれません。はい、それじゃあ、四角2からいってみましょう。響さんは、A 班8人、B 班8人、C 班10人が受けた 20点満点の数学のテストの結果について図1のように箱ひげ図にまとめた図2は響さんが図1の箱ひげ図を作るのに用いた B 班の数学のテストの結果あテスト結果のデータであるとこの時後の各問いに答えなさいただし得点は整数とすると、うん、で、えー、A 班の数学のテスト結果 の第一支部因数を求めなさい。これまあこ,こですよね。これ6点ですよね。まあ、読み取りですよね。うん。6と。で、えー、B 班の数学のテストの結果について、M、N の値をそれぞれ求めなさいと。ただし、M が小さくて、N が大きいということですね。そうすると、ちょっとこれ、数字をね、一旦並べ替えてみましょう。そうすると、順番に並べ替えると、12、 14、15で、えー、17、17、19と。で、6個分かってる。これ8人分だってことなんで、まず最大値がね、19だっていうのが合ってるのでいいですね。で、最小値がこれ3なんで、そうすると、m イコール3だなっていうのがまず分かるわけですね。3がないんで、m は3じゃなきゃいけないよねと。で、 次に、ここが3が入ったと。で、第1四分因数が、えっ、ー、と、これがいくつだ ?13 になると。で、12と、うん、14で13ができて OK で、次に、第2四分因数、中央値ですね。これ16ですよね。16作るには、まあ、15と17で作るしかないよね、と。 でまあ、今この状態はいいと。で次が17、うん、だって言ってるからこれ17ってことはここに17で n が17って入らないとおかしいよねと。うん。っていうふうになるので n イコール17っていうふうになりますね。うん。で次いきます。 市販の数学のテストの結果についてデータの値を小さい順に並べると小さい方から6番目のデータとしてあり得る数を全て答えなさいとで6番目だから中央値が関係しているよねとで、えー、まあこれ6なので最小が6になりますねで七、えー、7も中央値6が取れるので7も OK です で、8も OK なんですね。で、6、7、8と、この3つの数が、まあ、可能性として取ることができるよね、ということになりますね。うん。で、次ですね。えー、括弧っこ4。図1、2回読み取れることとして、次の丸1、丸には正しい、正しくない。図1、図2からはわからないのどれか。下のアからうから最も適切なものをそれぞれ1つ選び、その記号を書きなさいと。A 班の数学テストの 数学のテスト結果の範囲と,しと B 班の数学のテスト結果の範囲は同じである。これ見てみると19-4、19-3か。なので16。で、えー、18-2だから16。なので、これまあ一緒ですよね。ってことはこれは正しいが正解。うん。で、 A 班 B 班 C 班のすべてに14点の人がいるこれね14点の人がいるかどうかっていうのはこれだけじゃ分かんないんですよね分布のおおよその位置しか分からないので答えはこれうになりますね図1図2からは分からないというふうになりますうんでお次があ四角3になりますね四角3 四角さんはですねまあ方程式の文章題ですねうんまあこの部分ですよねうん、まあ、ちょっと連立の問題なんですけどもやっていきましょうえある陸上競技大会に小学生と中学生合わせて120人が参加したそのうち小学生の人数の35%と中学生の人数の20%が 100m 走に参加し その人数は小学生と中学生合わせて30人だった。この時、後の問いに答えなさい。えー、次の点線内は、えー、陸上競技大会に参加した小学生の人数と中学生の人数を求めるために連立方程式を表したものである、丸一○○にそれぞれ当てはまる適切な事柄を書き入れなさいと。陸上競技大会に参加した小学生の人数を X、中学生の人数を Y とすると、○一は x プラス y になりますよね。うん。で丸にはえー、っと小惑星の35%だから100分の 35x プラスまあ100分の、うん、20y ですね。20y100 分の 20y というふうに書いてもらえればいいですね。 で,次ですね陸上競技大会に参加した小学生の人数と中学生の人数をそれぞれ求めなさいと言ってるんですね。うん、これはまああれですねちょっと計算するしかないですね。そうすると、うん、まずねこれえ下の部分ですね下の部分を100倍してあげるとどうなるかっていうと、うん、3 5 x プラス えー、20Y 3000になりますよ、ね、でこれ全部5で割り切れるんで一旦5で全部割り切ってあげると 7x+4y=600 っていうふうに出ますよね。で、えー、これね上の式を4倍してあげるとどうなるかっていうと 4x+4y=480 になってこれで引き算してあげると3 x イイコール120で X イコール40、えールルでつまり、えー、小学生があ40人そうすると中学生合計120人なんで80人っていうふうにまあ出ますよね、うん、はいじゃあ次四角4になりますね四角4はのぞみさんはあーグーのカードを2枚チョキのカードを1枚パーのカードを1枚持っておりすべ、えー、て自分の えー、袋に入れるケイタさんはグーのカードチョキのカードパーのカードをそれぞれ10枚持っておりそのうち何枚かを自分の袋に入れるのぞみさんとケイタさんはそれぞれ自分の袋の中のカードをかき混ぜてカードを1枚取り出しじゃんけんのルールで勝負しているこの時後の角党に答えなさいただし愛子の場合は引き分けとし勝負を終えると イタさんが自分の袋の中にグーのカードを1枚、チョキのカードを2枚、パーのカードを1枚入れる。この時啓太さんが勝つ確率を求めなさいと。これはね、もうちょっとね、表を作って数えていっちゃった方がまあ正確かなと思うので、えー、のぞみさんですね。まずのぞみさんとイタさんですね。まあ、のぞみさんとイタさんと。で、のぞみさんのカードが、 グーが2枚なのでグーワンツーですね G のワンツーとでチョキが1枚パーピーですねで考えましょうとねで、えー、ケイタさんはあーグーのカードを1枚、えーえー、チョキのカードを2枚 C1C2 と、うん で、パーのカードを1枚ですね。で、イ、えー、タさんが勝つのはグーの時はチョキにだけですよね。チョキの時はパーにだけ。パーの時はグーにだけ。そうすると、16分の5っていうふうになりますよね。うん。なので、答えが16分の5ですね。イタさんが勝つのは16分の5の確率と。で、えー、次にですね、えー イタさんが自分の袋の中にグーのカードを1枚チョキのカードを3枚パーのカードを A 枚入れるとうん入れるのぞみさんが勝つ確率とイタさんが勝つ確率が等しい時 A の値を求めなさいとで今度はですね、えー、両方の勝,勝つ確率ですねでさっきとちょっと違ってチョキのカードが3枚になってるんで C3 っていうのを作りましょう で、P がまあ何個か追加1枚だか何枚だか分かんないですけどもまあ P1P2 というふうにちょっと見ていきましょうと。でのぞみさんの勝つ確率っていうのも考えなきゃいけないですよね。えー、っと希さんがグーの時は、えー、チョキで勝てるんでこっちはバツにしましょうか。ね、でここもバツと。でチョキの時はあーパーで勝つわけですよね。 で、えー、パーの時はグーで勝つのであこうバツにしちゃダメですねバツと。でえー、っとグーの時はチョキチョキの時はパーに勝ってパーの時はグーに勝つからこういうふうな形になりますよね。で桂、えー、タさんはこっちで勝つとあとは あ引き分けになりますよね。で×えの数と丸の数が、まあ、等しくなればいいわけですよね。うんで、えー、あきねあとこれだここがチョキに変わったんでここがこうなりますよね。うんなので今見るとまあのぞみさんの方が勝つ確率が高いと。でここがこうなるわけですね。で まだこれでも多いわけですね。のぞみさんの方が。で、3番もちょっとやってみると、こうなると。で、×が10、丸が○が9。うん。で、ええー、あとここか。ここがチョキだから、パーだから、ああ、ああ、ああ、パーだから、ここ、丸か。ごめんなさい。 これで、えー、10か。であ、これで10なんで、この時にね、えー、のぞみさんと啓太さんの勝つ確率が一緒になるわけですよね。なので、パーは3枚っていうふうに分かるわけですね。うん。なんで、a=3 っていうのが答えになりますね。うん。で、4番が終わって、えー、今度は四角5、大門の5に行きますね。 <coughs> で大問の5を見ていきましょう大問の5はですね確率のあじゃあなくて関数の問題ですねうん見ていきましょう次の図のように関数 y イコール4分の 1x 事乗のグラフと関数 y イコール ax プラス b の,の,の,のグラフとの交点 ab があり点 a の x 座標がマイナス6マイナス6ってことは えー、9ですよね。マイナス -69 で、えー、点 B の x 座標が2なのでこれが2の1になりますよね。うん。あっと思ったけどこれあれですね。えー、であるとあのグラフ上に x 座標が4となる、えー、点 C を取り、うんえー、x 軸と平行な y 軸との交点を d とすると。 言ってるのでこれがあ4ですよね。D が04っていうふうになりますよね。で3点 ABD を結び三角形 ABD を作ると。うん、で点 B の座標を求めなさいと。これまあ21って先に求めちゃったので。で AB の値を求めなさい。これですね、うん。この直線の式求めろって言ってるので。 えー、y イコール x の増加量が 8y の増加量がマイナス8なんでマイナス x で、えー、2を入れたら1になるからプラスの3うんなので a イコールマイナス1 b イコール3っていうふうになりますねうんで次に三角形 abd の、えー、面積を求めなさいと言ってんですね で、えー、ここが40でここが今求めて03ですよね0403なのでここ1ですよね。で x の値ここ定位と考えてねここ高さここ高さで考えてもらって考えると高さが2と6なので、えー、計算は1る2と6を足して8三角形なんで2分の1をするので答えが4になりますね。 4、まあ、平方センチメートルうん。でもいいですね。うん。で、お次ですね。括弧四。4。えー、位のグラフ上、こっちですね。直線の式ですね。イのグラフ上に点イ、e、を取り、えー、三角形 CDE、CDE ですね。E が CD イコール、えー、CE の二等辺三角形 と言ってるんですね。でえー、っとこれ三平方を使ってあれですよねまあこの CD の長さって4ですよね。X が4増えてるだけなんで。ってことはまあこれ三平方を使って求めるしかないのでえと、ー、Y ですよね。うん x-4 の2乗をプラスカッコ y-4 の2乗がえ4の2乗だから16になるっていうのがまずできるわけですよね。ここから、まあ、この4の長さのこう、まあ、点 C を中心にね、こういう円形にこうできるんですね、実はこれって。うん。で、それが、 この直線、y イコールマイナス x プラス3と交わるって言ってるから、これね、y をここに代入して計算するとどうなるかっていうと x、x マイナス4カッコの2乗プラス、えー、マイナス x マイナス1の2乗イコール16。これを解けばいいんだよって言ってるんですね。なので解くと、マイナス 8x プラス16、で、プラス x の2乗を、 うん、プラス 2x プラス1イコール16で、えー、2x の2乗をマイナス 6x、うん、プラス1イコール0で解の公式に入れてあげて2分の3プラスマイナス7っていうふうに出るんでで求めてるのは x 座標をすべてと言ってるので x イコール2分の3プラスマイナスルート7っていうふうに答えはなりますね。カッコ4番、うん。で、お次が最後、大問の6、四角6になりますね。うん。あ、から四角6、これちょっと、えー、っと、私のメモ書きが残っちゃってるやつですね。ちょっとこれ、えー、一回ね、ちょろっと。 考えるのにメモ書きしちゃったんですよねはいはいはい。よいしょ。ちょっとね、えー、消していきましょう。はい。じゃあね、改めて四角六ですね。えー、次の図のように、円 O の円周上に3点 ABC を取り、三角形 ABC を作ると、各 ABC の二等分線、うん、これとこれ同じ角度だって言ってるんですね、こことここが。 二等分線うん二等分線と線分 ACNO との交点をそれぞれ DE と C 線分 AEAE を引くとで点 D を通り、A、線分 AB と平行な直線これですねうん直線と線分 AEBC との交点をそれぞれ FG とすると、うん うん、この時、後の問いに答えなさい。ただし、点 E は点 B と異なる点とすると。で、カッコ1、見ると、三角形 ABD、ABD、ここですね。うん。ABD と DAF、DAF が相似であることを求めなさい。ああ、を説明しなさい。と。これ、まあ、ああ、まあ、全然、 すぐにいけちゃいますよまずこれとこれが円周角なんでこことここ一緒ですよね。で二等分線なんでこことここが一緒だよね。と。うん。で次にこことここが錯角だよね。と。うん。こことここが平行線なんでね。うん。で二角が等しいですぐに証明できちゃうんでここら辺はねえー、まあ自分で書いてもらっちゃって構わないです。うん。でえー2番いきますね。 AD が 6? うん。AD が6センチ。ちょっとね、一回消しますね。AD が6。で、えー、DF が3。で、BC が10。の時の各、うん、問いに答えなさいと。線分 AB ですね。で、これ対応する辺で考えていくと、まあ、さっきね、ABD と、えーと、 DAF が相似だっていうのがもらえてるので証明したんでねちょっとね書き直してちょっと並べてね、えー、見るとどうなるかっていうのをちょっとやってみましょうかねえー、っと ABD とで、えー、ADF、えー、かで DF が3で AD が6で AD が6ってなってて AB が C タイプですよね。で、そうするとこれ6対3ってことは2対1ですよね。ってことはこっちも2対1なんでこれ2倍すればいいだけなんで AB12 ってすぐに出ますよね。うん。図形はね、ちょっとよくわかるのかなったらこうやって並べてね、対応するように並べてみるとわかりやすいかなと思いますね。 DG です1、ねうん、丸に線分 DG の長さを求めなさいと。で、えー、これねここが12って分かって角の二等分線なんですよねこことここが、うん、同じ角度なんだ。ってことはこことここの比はこことここの比になるよっていうのをやるのでそうするとこれ5対6でここ6センチってことはこっち5センチですよね。 そうすると、あ三角形 ABC と三角形 DGC ってこれ、これ平行なんで相似ですよね。相似比が11対5っていう風に出てるんで、11対5。で、大きい方が12で、その時の、えー、DG はっていうことですよね。そうすると DG は、 11分の60っていうふうに出るんで答えが11分の60センチメートルっていうふうに出ますよね。まあここら辺はね気づけばサクッといっちゃうかなという感じの問題ですね。うん。で、えー、次ですね。うん。で、えー、四角7の方にいきますね。大門の7。で、大門の7はどんな問題かっていうと ま、円錐ですね。これもね今年いっぱい出た問題ですね、うん。他の都道府県でも似たような問題出てますね、えー。右の図のように点 A を頂点、線分 BC を直径とする円を底面とした円錐 P があり、母線 AB の中点を M とすると、AB12cm、BC8cm の時、後の問いに答えなさい。 ただし、角問いにおいて円周率は π とし、答えにルートが含まれるときは、ルートの中の数をできるだけ小さい自然数にしなさいと。円錐 P の体積を求めなさいと。これ、まあ、高さ求めなきゃいけないですよね。そうすると、これ、半径が4なので、まあ、3平方を使ってね、えー、高さ h っておくと、ルート、え12の2乗、マイナス、え4の2乗っていうふうになるんで、 1、えー、4 4く1 6でこれがあ128になりますよね。でルート128っていうのは8ルート2なのでこれね計算できますよね。え四、ー、1 6 π かける高さが8ルート2かける3分の1なので答えが3分の えっとこれいくつだ、うん、128ルート 2π というふうになりますね。3分のというのが一番の答えになりますね。次円錐 p の側面に点 M から点 B まで母線 AC を通って紐を緩まないようにかける。 かけた紐の長さは最も短くなるときの紐の長さを求めなさいと。で、これはね、えー、まず中心角がわからないと多分できない問題ですね。この、あのー、側面積の扇の中心角ですね。これまあ、4分の、あ、じゃなくて、12分の4を360にかければ一発で出るので、そうするとこれ120度ですよね。 そうすると、どういう扇形になるかっていうと、こういう、ここが120度で、こういう感じになるわけですね。で、中点、ここ。で、えー、この端に向かって、まあ、開くと M。で、ここが B になるような形なんですね。で、ここでね、 こういうふういいに補助線引いてもらえるとかるととわかかなと思うんですねここ直角にしてこっち 60° 度になりますよね。で、えー、M は中点なんでここが6になりますよね。でこの母線の長さっていうのが、えー、っと12ですよねここが。うん。そうするとここが 60° 度ここ 30° 度出るので、えー、ここ6になりますよね。 で高さもあ6ルート3って1対2対ルート3なんでねすぐ出ると思うんですねそうすると BM の長さって3平方で出ますよねこれも今年茨城だったか千葉だったかちょっと忘れてたけど出ましたよねうんそうするとあ12の2乗プラスあ6ルート3の2乗そうするとこれ144たす、えー、これいくつだ 108? なので、えー、これがルート252になりますねで252素因数分解して L と b の形に直すとこれが、えー、6ルート7っていう形になりますまあこんな形でね、えー、できればいいかなと思います、えー、以上で解説を終わりにします えー、もしよろしかったらですねチャンネル登録高評価コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました